けで、ちょっとこれ、じゃあ、はい、その野球漫画っていうものの歴史っていうのをちょっと俺がやります、はい、お願いします、まず野球漫画が最初に多分その野球を題材した連載漫画で日本初だったのはバットくんっていう漫画なんですよ。はいはいはい、うん、バットくんですね。バットくん、それはね、漫画少年の昭和23年の1月号に載ってた井上和夫先生の漫画なんです、うんうんうん、これをね、うん、大好きだったのがテラさんなんだよ。テラさんか。そう、うん、テラさんをバットくんに憧れて、バットくんみたいな漫画描きたいって言って、スポーツマン金太郎が出てくるわけ、うん、なるほど。だからどちらかっていうと、こうなんていうのかな、こう今のスポコン漫画っていうよりは、うん、その野球大好きな少年の日常を描いているほのぼの漫画なの。そうね、そうね、うん、だけどそのアップがないやつ、その結局その井上和夫先生っていうのは体が非常に弱い人で、うん、その野球する少年っていうのは自分の憧れを託してたんだよね。なるほど。で34歳で死んでしまうの。おう、うん、だからたった2年間しかできない。あ、残るは多いよね、うん、そうそう、うん、でまあなんていうのかな、それはまあ受け継いだのがその背番号0とかスポーツマン金太郎の寺田先生で、まあその後も黒い秘密兵器っていう地味でない先生の漫画とか、うんうん、あとは誓いの魔球って千葉哲也先生とか、千葉先生ね、魔球物がね増えたの。そうね、うんうんうん、でまあ巨人の星とかになったらもうすごいカタストロフィーがそこできちゃってみたいな、はいはいはい、でこうアストロ球団みたいになっていくわけです、ね、はいはいはい、うん、はいはい、でね、まずそのドカベンっていう漫画のすごくその影響を与えた漫画があるんです。でその実はちょっとこれを見てほしいんですけど、面白いですよ。ドカベンの3巻に、審判を務めるね、伊賀谷クリスケってキャラクターが出てくる。めっちゃ描いてるよ、うん、でこの絵はね、このキャラクターは実はね、伊賀栗くんっていう漫画のキャラクターで、ね、伊賀栗くんだね。伊賀栗くんっていうね、ものすごい昭和20年代後半に今のねワンピースぐらい売れてた漫画。そうね、手塚先生のライバル。そう、うちのね、うん、親父ですら知ってたの、漫画全く読まない、伊賀栗くん、伊賀栗くん、冒険王っていう雑誌に載ってて、うん、またねすごいその福井英一先生で絵が上手な人でアニメーターがね、うん、すごくいい漫画を、もう俺伊賀栗くんね読んだけどね、泣いた結構。マジで、うん、あのね読んだやついるんだ。要するに格闘スポーツ漫画の原点なのこれ。ああ、そうなんだ、うん、あ、なんかその なんだろう、読めるの売ってないじゃん。いやいやいや、もうあるんだけどさ、そのなんていうのかな、今そのスポーツ漫画に出てくるエピソードの一番美味しいところをもうすでにやってるんだよ、うん、その伊賀栗くん そのライバルの山梨ってやつがこう腕を怪我するんだよ、うん、で右腕を怪我するんだよ、はい、でこう試合中にそれが分かった伊賀栗くんは一切右手を使わないで対決する。あー、よくあるやつ、そうそうそう、これはまあ水島真奈です。そうそう、そういうエピソードとか、はい、いっぱいあります。あとドカベンに出てきたね。そう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 、ドカベンいっぱい出てきた。そうなので、伊賀栗くんがそのなんていうのかな、こうちょっと遠征に行くと、なんかそこの下っ端の連中がその対決する中学校のところになんかこう冷やかしに行ってこう捕まっちゃうんだよね、はい、で伊賀栗くんと仲良くしてる親友のコングってやつが助けを取ってきたらコングも捕まっちゃうの、うん、で伊賀栗くんが行って謝るんだよね。したらなんか謝るだけじゃあれだから、お前そこで3回回ってワンって言ったら許してやるって言って、それを伊賀栗くんがやるんだよ、うんうん、それでなんかコングが出てきて、後でなんであそこで戦ってくれなかったんだって言ったら、伊賀栗くんが、あの僕たちはそこでなんか戦いをしてきたんじゃなくて、僕たちはちゃんと柔道しに来たんだろって言って、コングが泣くんだよね。なるほど、そういういい漫画なんですよね。いいね、うん、でその伊賀栗くんがね多分大好きだったんだよ、水島先生は。なるほど、うん、だから、ね、その伊賀栗くんのエッセンスがめちゃめちゃ実はドカベンに入ってるんです。なるほど、うん、だけどそのこのね、また悲しいことに、この福井英一先生はもう人気が絶頂の33歳の時に死んでしまうの、過労で、うんうんうん、書きすぎで、過労で、うん、この当時はね、アシスタントも使わずにみんな漫画書いてて、そうそう、あとね漫画以外にも別冊付録とか付けられて、そう、ね、別冊付録の100枚ぐらいの長い漫画を書かされたりとか、書き下ろしが、もうね死ぬほど大変だったの。そう、ね、でまあその伊賀栗くんの人気があまりにもすごくて、一番焦ったのが実は手塚先生なの、ね、うん、それで、あの実は伊賀栗くん事件って有名な事件。そうね、伊賀栗くん事件、伊賀栗くん事件、それをちょっとねこれからお願いしますそうね、あのね、もうこれはもうもう、ね、なしじゃいられない、結構有名なんです。有名です。手塚先生 VS 福井先生の伊賀栗くん事件。そうです、うん、これを見てほしいんですけどね、はい、これは何かっていうとですね、手塚先生がジャングル大帝を連載していた時に、うん、漫画教室っていうのをね連載してたの、一緒に、うん、漫画の書き方みたいな漫画なんですけど、うん、それにこうやって、はい、まあその漫画のことを書いてるんですけど、まあ枠をやたらに破って次のコマへはみ出す、コマをめくって、見たり裏へ回ったり、こんな連続やら
こんな、雲とか煙とかしか画面に描かなかったりわけのわからない絵もある。だが諸君、こういった絵をそのままそっくり真似することは考えた方がよろしい。というのはこういった、まあそのこういった形式の大抵のものは漫画家が別冊付録か何かを書くときに手を抜いて早く仕上げるために考えたずるい方法が多いからですって書いちゃったんですよ、手塚先生が。でこれどう見てもこれ伊賀栗くんですよ、うん、だからこれで福井先生が怒っちゃったんだよ、うんうん、でこれを見た福井先生が少年画報社の編集室に乗り込んでって田塚先生の胸ぐらを掴んでね、謝罪を求めたの、うん、でなんか俺の漫画のどこが無意味でどこがページ稼ぎなのか言ってみろって言ったの、うんうん、だからこれで手塚先生が寄せばいいのに、なんかあれは伊賀栗くんという架空の絵なんだよって言っちゃったの、うん、どう見ても伊賀栗くんなのになんで余計怒っちゃったのよ、うん、でなんかストーリー漫画にはムードが必要なんだ、たとえ雲一つでもストーリーが引き立つんなら決して無駄じゃねえんだ、そんなことは俺よりてめえの方が合点承知の助だろうがって言われたの。あもう承知の助だろうが江戸っ子なんだわ、原文そのまま、うん、原文そのまま、うん、でね、まあここにはちょっと裏話があって、実は、ね、福井先生はねめちゃめちゃ手塚先生を尊敬してたの。あでこういう方法っていうのも実は手塚先生がメトロポリスの頃もすでにやってんの、やってんだよ、うん、だからそれを自分がやってる、まあ、手塚先生の漫画を研究してやってんのに、なんでそれをお前に言わなきゃいけないんだっていう話だったんだよ。うんうん、でその手塚先生のコミック全部持ってたらしいの。あららら。うん。それで、まあ、手塚先生はね、福井先生が亡くなった後にね、まあ、すごい、まあ、その時にも謝ったんですけど、うん、その後、福井先生が、まあ、過労で亡くなっちゃった時に、うん、なんか、結構ね、ほっとしたらしいの。うん、なんか、これで人気闘争にもう疲れ果てちゃってたから、うん、まあ、これでほっとしたと思って、でもそこですごい自己嫌悪に陥ったらしいんですよ。そうね。そうね。なるよね。そうそうそう。でもなんかさ、その手塚先生のそういうエピソードって人間らしくてよくない？本当にそう。なんかこれと同じことを後石森先生にまたやらかしますからね。そうですね。そうなんですよ。懲りないんですよ、手塚先生は。ずっと続くんです、それが。うん。ができるよ。そうそうそう。うん、まあとにかくね、昔の漫画家さんは過労で死んだりね。ね。なんか大変だったんですよ。まあ、っていう伊賀栗くん事件っていうのがありました。はい、はいはいはい、さっきのちょっと、話に出ましたけどですね、バン同時期の巨人の星、これがすごい絵だね、はい、これがものすごく駆け編みしてますよ、これ駆け編みしてますねこんなんじゃなかった気がする、でもこれ黎明編って書いてるのがちょっといいですね。多分ねこれ風間英二先生が書いてると思う。あ、そうなの、アシスタントで。あ、さすが詳しいね。まあ、その泣いてんのか。でこの時ですね、まあ、梶原先生が、まあ、黄金期だったので、うん、で梶原先生の黄金期というのは60年代の中期から後期にこうあって、で巨人の星、明日のジョーという、まあ、一時代を築くわけですね。でそれで大人の読者さんが大量にまあ少年漫画を買うようになってってつって、さらなる拡大っていうのがまあ起こっている時期でしたね。でこういう感じです、少年当時の少年マガジンって。こんな感じですか。懐かしい。なかなか強烈ですね。もうラインナップもすごいですよね。天才バガボンと明日のジョー載ってます。ゲーゲーの鬼太郎も、だからこの辺のそのまあ熱量みたいな。でこの時に何が起こっていくかっていうと、これあの巨人の星、まあ、おなじみのシーンですねこれ、うん、あのここね、これあれですね、穴にボールを通して庭に弾いてまたボールが戻ってくるすぐに、ね、で、まあ、この感じまああのね、で岩城東高校の あの尾形君登場の時にフォークボールが缶に入るとかさ、はいはいはい、まああいうやつに、まあ、引き継がれていきますよね。で、このでしかも庶民の暮らしの中から、はいはい、まあそのサクセスするぜっつって戦いがあるんだけど、はいはい、あ、まあ、明らかに様子がその梶原先生とは違うわけでね。でこれなぜかっていうと、梶原先生は直接野球を常に知ってる人じゃなかったっていうのがいっぱい一番大きいんですけど、はい、で梶原先生その後いろんな漫画やりますけど、まあ、みんな大好き侍ジャイアンツになっていくわけですよ。で侍ジャイアンツは巨人の星の消える魔球が、うん、まあ、さらにインフレ化を起こしていって最高に楽しい野球漫画です、これ。なるほど。もう本当に楽しい野球漫画です。ただしこの侍ジャイアンツの中で、まあそのあまりに高い位置までジャンプして投げるみたいなのやっちゃうわけですよ。あ、見たことある。完全に防具なわけですで、あと、まあ、大回転魔球って何回もくるくる回りながらいつ投げるんだみたいなやつやっちゃうわけです、はいはい、
僕なわけですよ。あ、僕なわけですか。で分身巻き、あと最後はまあ分身巻きつって、ボールそのものを握りつぶしますから。で、握ったボールを投げるんで、そのボールがこう変な形になるの回転するんで、打てないっていうのがあっても、これ完全にルール違反です。ルール違反だ。それをやりすぎてしまってがために、後の先ほど言った、その、インフレ化していく野球漫画っていうのが、まあ、登場していくわけですね。一番有名なのが、アストロ球団で、ね、まあ、その、大きなお兄さんが小さな弟を投げるっていう、ボールを取るためにあと一試合で白髪になる人とかね、白髪になるし力尽きて、死ぬの普通です。人間内野柄とかね、そうです。野球の中に死ぬのは普通です。ちょっと業が深すぎますね。業が深すぎます。まあリングにかけるの元ネタだから。そうです。で、ジャンプがそうやってどんどんファンタジー化していくわけですよ。そうそう、 SF になってくる。もうドーツ SF な。ジャンプだった、うん、ジャンプです。生存戦略